この方を調べなければなりませんおじいちゃんあれはね飛行船爆発した時に降りてったよね降りてったっていうかはぐれたよねだけど缶お機の機械化されてあなんか機械化されてそれでここで戦ってたってことかなこれは何だ私の可愛いマインドお前がこれを読んでいるということは私が失敗したということなのだが私が冷蔵庫あるいは鏡または廊下それかクローゼット もしかすると、お前のおでこに貼っておいたメモに気がついていっただろうか。すまない。私ができる限りいろんな場所にメモを貼っておいたので、お前は客船の航行を止めねばならんのだ。それもできる限り早くにだ。私は宇宙開発科学研究機関で、ほぼ58年間もの間、エンジニアとして働いておった。そして最後の数年間、我々は、プレスエッチ・フューネラル・エージェンシーの指示に従っておったのだ。 お前には私の仕事についてあまり話したことがなかったな。悪いことをした。だが、今重要な問題はそれではない。私はブレスエッジ、エージェンシーが奇妙な要求をしたことに気づき始めておった。ブレッエッジはおそらく人類の歴史の中で最も巨大で最も危険な詐欺師だ。このカセットを持っていくのだ。そして私とお前のチキンをボリス・グロモフに預けてくれ。 私は彼に近づこうと試みた。私には確固たる証拠が必要だった。お前のことをおじいちゃんは愛しているよ。追伸、ザ・チキンに餌をちゃんとやるより、彼女こそが鍵なのだからな。あ、おでこに <laughs>、おでこに貼ってたってことこれを。それを気づかずに今までおったってこと <laughs> <laughs> そんな感じやね。<laughs> で,すですが、今となってはもはやどうでもよいこと。うん。葬儀をしなければならない。埋葬しろ。ちょっと待って、なんて言ってた私が冷蔵庫、あるいは鏡、または廊下、それかクローゼット、もしかするとお前のおでこ。おでこやね。<laughs> 確かにおでこに貼っとったってことか。貼って、 置いいたたメモに気づいただろうかあ,あ、いろんなところに貼っとったってことか、メモ。<laughs> ほんまにいろんなところに貼っとったってことだよね。こんだけの量で。そういうことか。私はブレスエッジ、エージェンシーが奇妙な要求をしたことに気づき始めておった。あー。ブレスエッジで働いてたけど、ブレスエッジで、なんか、変なことを要求され始めたってことか。ブレスエッジはおそらく、人類の歴史の中で、最も巨大で、最も危険な詐欺師だ。 このカセットを持っていくのだ。追伸、ザ・チキンに餌をちゃんとやるより、彼女こそが鍵なのだからな <laughs> あー。結局おじいちゃんはブレスエッジで働いてたけど、そのブレチエッジの中で色々なんか変わったことが起き始めたからね。それを探しとったってことだよね。うんうん。なるほど。でもどうやって探しとったんやろね。最初、オープニングでさ、おじいちゃん ね、ウンかどっか行っちゃった行っちゃってその前の話かわからんね <laughs> どういうことやろうね <laughs> ちょっとちょっとよくわからんわえこれなんだえどうしたらいいのこれあ運ぶはいおじいちゃん運んでの今おじいちゃん運んでんの今、うん うん、エアロックを開放して私たちの最後の気持ちをこの偉大な人物に届けようえあ,あおじいちゃんおったはいはいあとりあえずこっち行ったらいいねこれで使ううんあ,あおじいちゃんがあ,あこれで埋葬したってことか おじいちゃんは惑星の重力に引かれていきました警告、カンオ内部に中性爆弾 <laughs> マジで腰 <laughs> <な> <laughs> を爆発をしせたメ <laughs> モというものをお客さんは苦手でございましたね。さっき読んどきよっていう話か。<laughs> <laughs> We just activating partial defragmentation of the data. Beep beep beep. It's her again. Given the circumstances, I'm even more certain that this is another hoax, and we shouldn't be distracted by her. Besides, she knows that we blew up the planet. Now we need to focus on activating the accelerating stage. and to the core to activate the warp acceleration. <laughs> おじいちゃん一人でこんな爆発させんの <laughs> すごい量入っとったんやろな。あ、ちょっと待って。メモを読もうか、とりあえずね。ああ、メモを読むというのはお客様が苦手ということでございましたね。確かに。それは僕もや <laughs>、えー。正直申し上げまして、存在的な居住可能を持つ惑星を破壊なさったことで、お客様にどれだけ罰金が課せられるのか存じ上げませんが、私は、 溶かされて、トースターにされてしまうものと存じます。これ多分、日本語にしたらちょっとおかしいね。私は間違いなく、溶かされてしまうでしょう。なんということだ。待てよ。私たちが全てを忘れてしまえば良いのではございませんかなんと。<laughs> 忘れたらいいってこと <laughs> 確かに。えっ、ー、と、データの一部にデフラグを開始いたします。ブーブーブー。デフラグが完了いたしました。 一体この星に何が起こったのでございますか私たちがここに来た時にはすでにこのような状態でございましたよね。なるほど。やはりそうでございましたか。あは <laughs> わざとらしいわ、ね、かりました。デフラグ機能などを搭載されてございません。そろそろ戻るといたしましょうか。そして使用システムにかぎつかれる前に死ぬことができるようお祈りしましょう。ふふふ。 とりあえず、この惑星を潰したことを知らなかったっていうことやね。<laughs> なるほど。<laughs> えっと、あ、そうだ、ベイブがなんか言っとったな。何が起こったのあなたは何なのどうやってそこまで行ったの宇宙を壊すのは今すぐにやめて。私を助けて。私、私の座標を計算できるのよ。ここは、うーん、だよ。早く来て、もう酸素が少ししかないの。お願い、急いで。<laughs> よう分からんわ青いケーブルはワープステージに繋がっているもの。ああ。これをどうしたらいいんだこれかこれを叩く。はい。2二つ目のノードに接続しろ。<ん>あっちか。とりあえずちょっと周り見ようね。あなんだこれ。ちょっと後で読もう。<laughs> そして一体全体このものは何でしょうちょっと読もうね。さて、私の悪獣の証拠を解読できませんでしたが、内容をコピーしましたので、紛失の恐れがなくなりましてございます。このあたりで一度起こったことを全てのまとめようと考えています。お客様のおじい様は、ブレスエッジの世界規模の陰謀について調査なされてございます。 カレールはプログラムによって動く殺人ロボットと悪事の証拠を残してお亡くなりになりました。なるほど。お客様はふむふむ。どうお話し加えればよろしいでしょうかお客様はおでこに貼り付いていたメモに書いてございました注意書きを見つけることができず、お客様のご遺体を客船アーネムドに直接持ち込まれました。おじい様は明らかに 挑戦したくなかったことと存じます。数日後、客船は何者かに騙され、その意のままに操られていたグリーンユニバースによって攻撃を受けてございます。グリーンユニバースはどうやら失敗し、客船は古いステーションと衝突、そして爆発いたしました。その後、数百人も上る観音機が動き出し、生存者を殺害する攻撃的なロボットであることが判明いたしました。 お客様のおじい様も同様に動き出し、悪事の証拠を彼の知る誰かへと委ねようとしましたが、再びお亡くなりになりました。そして今私たちがその悪事の証拠を所持してございまして、殺人ロボットも明らかにそのことを知ってございます。お客様は私たちが危険な立場にあるとお考えでございましょうか。おじいちゃんはブレェチエッジ社の 陰謀を暴こうと証拠を残しとったんだけど、その証拠をいろいろ書いて、主人公はそれをおでこにはっつけてしまってて、それに気づかず <laughs>、おじいちゃんの遺体と一緒に、アーネムドに乗って、クリーンユニバースからの攻撃を受けて、で、おじいちゃんは、そのままカンオケが、オープニングであった通り、出て行って、でもそのカンオケのおじい、死んだはずのおじいちゃんは、なぜか、その後動き出して、カンオケで、 戦い続けてたってことだよね <laughs> ぐちゃぐちゃになってきたねまあとりあえず進んだらわかるかなうん <laughs> <laughs> クラッパーをそこでついてくださいあこれかはい3つ目のノードに接続しろああれかよしよしこれやなはい 船に戻れお見事お客様は謎の方法でワープステーションに電力を復旧されました <laughs> 復旧したんだよしワープステーション稼働でございます私はワープの準備んワープステーションは稼働でございます私はワープの準備を整えております間にステーションに向かってくださいませよしじゃあ行こう えーと、次行くのはああれかよしこあ敵がおるな戦っていっか <laughs> レベル3になったえっ、ー、とどこだあこれかお待ちくださいませ自動掃除の準備を目的に指定されてございますんドッキングする んどういうことあこれでワープジャンプってこと right, ああこれでいいんだ。<laughs> ジャンプ